はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。さあ、原宿アフターダーク、今回が取り納めですね。取りだめのね。さあ、まあ結構進んだと思うんですけど、やっぱ総当たり時間かかりますね。さあ、じゃあ次行きましょう。第二件殺人現場に行ってみましょうね。はい、これといったものは発見できません、できません、できません。はい、付近を聞き込む。聞き込み終えましょう。これは不要です。さあ、移動しましょう。さあ、じゃあね、他のブロック、ラフォーレ原宿行きまして、ちょっと文書に戻ってみましょう、一度ね。文室に戻りましょう。文書じゃないね、文室だね。ちょっとごめんなさい。よっこいせーよっこいせー、ちょっとリクライニングを変えました。よいしょ。まあ一応取り調べ室じゃないわ、他の刑事と話してみましょうか。多分変わんないと思うんですけど、昔モールとの関係の中に動機が隠されているかもしれません。おお、昔のモールとの関係の中に、その安住のふるさとに行ってみたら課長も許可してくれる。おほう、こういう事件関係者の会社や自宅付近の聞き込みは済みました。おお、近所の人が案外重要なことを知っていたりしますね。聞き漏らしたところがあったら行ってみたらどうですか。ああ、もうあなたは終わったんだね。もうセリフ変わんないから。あなたも終わったね。さあ、課長のとこ行きましょう。鑑識行ってみましょうか。話動いたかな。しおりの本。あ、まだまだなのかい。はいはい。ガラス細工は、おまだ、まあまあ、ガラス細工もう多分いいと思うんですけど、被害者は関係ないね。何かを借りる、うん、ないね。じゃあ課長に、課長ちょっと本当頼むよ。誤り捜査の依頼。これは多分、安住さんはダメだね。うん、やっぱダメだこれ。島倉さん頼むわ。島倉さんは関係ないけどね、みたらいさん。うん、白だね。これ、アリバイにもね、この二人はダメなんですよ。なので、島倉さんお願いね。かのみそさん、あ、これもでもわかんないんだな。あ、でも白言ってんね。たかこさんダメなんですよ。はい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 。E さんもって問題ないよね。うん。となると、家宅捜索の依頼。おお、めっちゃ増えた。ジャルダン。あ、ジャルダン捜索したんだよね。ドルチェ。よし、わかった。ドルチェの捜索をしてみよう。後で結果を聞きに来いと。カリア不動産終わったんだよね。高速クリニックも終わったんだよね。ポアン。よし、わかった。調べておこうと。安住の自宅。よし、わかった。安住の部屋を捜索中。こっちでやっておくから、後で結果を聞きに来いと。篠宮の自宅。ほー。許可取りましょう。地方への出張。あ、京都府久美浜。久美浜町なの、あの子。あ、そうだったんだね。安住と毛利は京都の久美浜で結びつく。その点を調べていきたいのか。安住が怪しいとは思えないが、毛利のことが何かわかるかもしれん。その久美浜へ行ってこいと。いや、安住さんはめちゃくちゃ怪しいよ。あと捜索今日、あ、違うわ。あ、まあでもセーブしとこう。あ、やめちゃダメ。許可で13公認。増えない。増えないか。ここ変わんないんだよね。じゃあ、次は出張だね。捜査に行く。出張するだね。はい、列車に乗りましょう。京都久美浜に行きましょう。東京駅から東海道新幹線で京都まで行く。そこから舞鶴線、宮津線、もう消えちゃった。宮津線の久美浜駅にある久美浜の町、潮の匂いが町に漂っている。聞き込みしましょう。どっから、ここから、行きましょう。お、何、あ、東京から来はったんですか。それはご苦労さんですわ。参考になるようなことは知らんですわ、と。その住所やったら海岸沿いの西の方やないですか。あ、なるほど。三松藩友家でか。三松？安住じゃないの？東京から来はったんですか、と。わしはこの町で生まれと。三松？
安住って名前じゃないの？あ、ここ入ったか。じゃあ次はここかな。西の方って言ってましたね。三松藩ゆいでっか、よう分かりまへんな。へいらっしゃい、さ、あ、何か、うん、人探し。北の方って言われましたね。ほう、ほう、ほう、いろんな名前がいますね。あ、こっちもあり、あ、うん、こっちもありましょうか。白木沢広い、あ、これ多分スタッフの名前かな。あ、原宿アフターダークのイラストは気に入ってもらえたかな。キャラクターのイラストは僕が描いたんで、あ、イラストレーターか。なるほど。いやー、綺麗な絵描きますね。刑事班、ちょっと運動不足じゃないですかと。あ、ダンススタジオ。ここら辺本当にあるものなのかもわかんないね、近所にね。東京から来あったんですかと。まあだから、あれは、豊岡市は本当にそんな気がする。取って、工事？あ、三松藩のうちはうちの裏の、あ、もう近いわ。ここだね、多分。さて、何のことやらと。え、光月って書いてる。光月松末。あ、これだね。お、東本町の三松の家に来た。声をかけると中から60歳過ぎのおじいさんが出てきた。え、結婚してんの？あずみって名字。いや、違う。お母さんも知ってるからね。毛利母も知ってるんで、昔からそういう名前だったんでしょう。はい、警察のものですか。東京の警察の方はこんなところに何の用かいなと。はい、プロフィールね。わしの名前は三松仁作って言うんやと。わしの年齢か、わしは78歳、元気だね。わしは昔漁師をやってたんや。日本海に毎日のように出てたんや。今はこうして海を見つめとるだけの毎日やけどな、昔はなと。わしは生まれてからずっとこの土地を離れたことはないんやと。わしの家族かね、連れ合いには早う死なれてしもうたし、息子たちは大阪に出て行ったきり音だったなしや。今じゃ一人暮らしやと。はい。で、血液型。わしの血液型聞いてどうするんや。わしは医者にかかったことないのが自慢にや。さっきそんなもん知らんわと。なるほど。はい、聞いてみましょう。そんな人知らんなと。知らんなと。はい、来ましたけど。え？え、何しにここ来たの？安住さん絡みで来た。あ、そうか、安住さんと毛利さんがここで繋がってるって言ってたね。え、でも毛利知らないんでしょ？大丈夫かこの人。あ、その人、その人は隣のばあさんの息子やね。東京でえらい出世したとか聞いてますわ。大学の先生をやっとるとき、うまい金儲けを考え、ものすごい儲け病院を建てたとも聞いてますと。ほう、台湾かい？もう何でも台湾になっちゃうけど。え、なにここ、光月さんの田舎なの？ほう。ほう。なんか言うさ、わかるわけないよね。この土地のこと。ばあさんとは？ばあさん言うたらうちの裏に住む光月のばあさんのことやな。なんなら呼んできまひょか。あ、呼んでもらおう。光月の金儲けだと。光月の道夫は大学の先生をやっていたようでっけど、その収入だけでは大きな病院を建てられるのは難しいし、それで大学に内緒で何か金儲けを考えたらしいでんなと。いや、結構ね、大学に隠れて金儲けっていうのは、あとね、教授とかも、研究、最新の研究やってるんだろうからね。その特化した研究やってるんだろうから、それで商売絶対できるよね。やってると思うんですけどね。何か、なんで儲けたか知りまへんで、と。ああ、東京のこと。あかりや不動産。取るっち。そら知らないわね。ああ。ナルクス知らないかい？アフロス知らないわね。この土地のこと、ああ、そうかそうか。まあ、やめて、見せましょうか。ああ、何も言うことはありまへんには、そらそうだわね。ああ、これで、安住の写真引っかかるかもわかんない。ああ、来た。ああ、この顔は舞ちゃんや。さっき聞いとった安住舞ちゃんやないか？名前を忘れとったと。素直だね。はい。知ってるんだね。さあ、じゃあ、これでセリフが変わるだろうと。
で、他の人のこと聞いてみましょう。はい。あの子の家は小さい時に父親に死なれ、お母ちゃんと二人で苦労しとった。父親の友達とかいうお人が時々来て面倒を見とったと。それだけかい？毛利つながりないかい？ああ、遠のつながりはないわね。遠のはないね。ああ、知らんか。みっちゃんは？ああ、もうこんだけ？ああ、まあ、おばあさんに聞いた方がいいのかな。もう一度、土地のこと、あ、増えてんね。安住の父の友達とは、確か毛利、おお、毛利とかいう人やったな。夕方に来て銀行やら役所やらの手続きの世話をしとったそうやで、人やったわ。安住の奥さんいう人が金持ちの、安住の奥さんといえば金持ちのお嫁さん育ちでな、世間に疎い境あの人がおらんかったら日々の暮らしもおぼつかんかったやろな。旦那が多少の財産を残しとったんで、それを毛利藩に管理してもらいながら、あー、またこれ怪しいわ。細々と暮らしとったんやと。でも毛利のお母さん、お母さんは安住に対してあまりよく思ってなかったんだけど、ただ毛利のお母さんは地元の周りの人からはすごい印象悪いんですよね。あーね、そうでしたよね。で、昔の安住、あ、舞ちゃん、あの子は可愛い子やったな。けなげによう働いて今頃はええお嫁さんになっとるやろうな。ところがどっこいぎっちょんちょんなんですよ。あ、奥さんと毛利の関係はここは変わんないね。ああ、刑事さんもお好きやな。すぐそういう目で見やはる。でもな、刑事さん、あの二人はそんなことは全然あらしまへん。毛利さんはそんな人なかったですって。立派なお人やった。田舎のもんは詮索好きやでな。それがいろいろ調べても何も出えへんかったらしいなと。浮いた話は何もなかったようですわ。1時間通らなかったんやから、そんな暇ないやろと。ああ、1時間通らなかったからか。ごめんなさい。ちょっとこの人の、この人の言葉言いにくいな。まあでもキャラクターによって結構言い回しが変わってますもんね。だからあの、ジャルダンだっけ、コピー屋さんね。あ、コピー屋さんっていうか、盗んだところね。あそこの女の子、知らないと言わないでしょ。存じ上げませんって言うんで、しっかりしたキャラクター付けしてるなと思いました。本当にね。だからこれ、本当しっかり作り込まれてると思いますよ。だからまあ今この話では、田舎者は洗濯好きやでな、それがいろいろ調べても何も出えへんかったらしいなと。浮いた話は何もなかったそうですわ。1時間とおらんかったんからっていう、おらなかったんやから、1時間もそこの場所にいなかったから、そんな暇ないやろということですね。はい、じゃあばあさん呼んでもらいましょうか。東京のこと何か聞ける？ドルチェ聞けないわね。ああ、思い出したナルキスとか言わないか。他の人、小泉のばあさん。この後、ああ、でもこれ見たら私、全然違うんだけど、全然違うんだけど、横須賀港を思い出しちゃった。あと、その前、だいぶ前にいた稲子ね、京都の稲。京都にも稲を思い出しましたね。まあ、稲近いからね、京都だから、京都の海の方だからね。あいさしましょう。三松に呼ばれて、隣の家からおばあさんが言ってきた。なんで三松に、どうやって三松にたどり着いたのこれ、わかんないんだけどね。はい、東京の警察ですかと。わざわざ東京から刑事さんがどんなようでしゃろうかと挨拶しましょうね。あ、しとったんだ。本人のこと聞きましょう。うちの名どすか、光月末と言いまんのや。あ、なんせ貧乏漁師の四女でしゃろ。そんな名をつけられてしもうたんですわ。末っ子ということか。うちの年ですかいの。うちの年はいくつだったかいなと。まあ90ぐらいいてそうですね。今は海を見つめているだけどそうだと。うちはこの久美浜で生まれ育ったんですわ。ああ、そうだ、私、久美浜と久美山間違えてるわ。京都にも久美山、京都に久美山っていう場所もあるんですよ。あの、どでかいイオンが建ってるところね。何度か行ったことあるんですけどね、そこと勘違いしました。久美浜ですね、こっちはね。東京に息子が一人おりますが、と、言うんですよね。血液型、早いのことやと、すごいね。他の人のこと聞いてみましょう。知らんがな、と。知らんな、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 と。はい、甘いちゃんかいな。
あの子は利発な子やったで、父親が死なはってすっかり気を落とした母親に代わって食事の支度などを一生懸命やってはったと。中学を出たら京都市内に行かはりました。もう蓄えの少のうなってもう蓄えも少のうなって、え、親さんが管理、あ、毛利を父が管理してたんですけどね。公立の高校に入ってからアルバイトをしながら卒業しはったみたいです。でも結構お金持ちの娘さんって、お母さんがね、安住母はお金持ちの娘さんで世間知らずみたいなこと言ってましたけど、安住母の父からは借りれなかったのかな、よくしてもらえなかったのかなと思ったら、もういい時間になっちゃった。はい、萩森さん、知らんなな、知らん。あ、お、みちおね。みちおはな、ようできた息子で東京の有名な大学に行き寄りましてな、そこの先生になったんですわ。その後、病院を作り、繁盛してるそうです、と。知らんな、知らんな、知らんなね。まあ、出張だったらこんなもんでしょうね。気づいたこと。突然に来てね、気づいたことと言われてもなと。知り合いのこと、昔の安住、頑張り屋の子やったし、父親を亡くした後は親子でけなげに生きてはったわ。この辺りの子にいじめられた時も負けずに喧嘩しとったようやで、と。気は強いと。昔の光月道夫、うちの息子はそれは頭の良い子でな、小さい時は将来が楽しみやったけど、けどなぜ息子と離れてると。息子は病院を作った時、東京で一緒に住もう言うてくれたんやけどな、うちは今更組浜出る気はあらへんかったし。そうや、堺今でも離れ離れなんですね。ああ、気持ちはわかりますね。舞は男を嫌ってた。ほう。ああ、あの時安住さんの家に来てはったお人のことですか。別に舞ちゃんは嫌っては、いや、はらんかった。なと。ああ、嫌っては言いはらんかったな、ということか。その人はお父さんの友達とかでエロ親切な人やったのは、これ毛利父ですね。息子さんのこと、息子はうちのただ一つの自慢やけど、今は東京の病院で院長さんをやってはるので、うちは名前が末でしたろ、末やさかいまともに扱われんと生きてきたんよと。これなんかちょっと不思議なんですけど、自分の息子に対してやってはるっていう言い方は私はしないんですけどね。どちらかというと他人に対してするような感じですけどね。まあ違うのかもわかんないね。生まれたのが余計もんという名前やしな。ああ、末さんということか。うちは一生懸命子供を育ててきたんや。バカにし腐る人らに今に見とると思いながら、末やから道代が大学に入った時はほんまにと。で、長男なのかね、この道代さんっていう字ついてるけど、まあ3000っていう字だね。3000っていう数字がついてるけど。嬉しかったんや。皆のうちを見る目が違ったもんや、あ、もんねえと。でも、東京に出たあの子は、だんだん変わってしもうた。もう何年もここにはかんだ。ああ、変わっちゃったんだね。かわいそうに。知り合いのこと。あ、これか。で、東京のこと。これは知らんわね。これで何が聞けたんだろう。これで何が、あ、見せる、まだ見せてなかったね。分からへんな、そらそうだね。で、これも安住さんの写真が分かんだね。あ、これは舞ちゃんや、可愛いなって今どないしてるんやろかと。それは分からんわね。ただ毛利とのつながりがあるんですけど、毛利の話があんまり聞けなかったね。まあ毛利父だったと。帰りに、ああ、もう18分になっちゃった。ここを聞き込んで、で、帰りに東京行こう。あ、東京じゃない。帰りにまた豊岡行こうか。あ、でももう東京に戻ることになってんだ。聞き込みだけしていきましょうか。あ、で、こっちはこうなるのか。スイさんか。あ、ごめんなさいね。ちょっともう時間来てますけど。聞き込みだけ。まあ、ないでしょうけどね。ここは毛利関係ないもんね。もう目的地は、目的は済んだんだろうけどね。もっと西の方でしょうと。よう分かりまへんなと。よう分かりまへんなと。電車くぐれるんだ。あ、
それはくぐれるか。ここ聞いたかな。なんて言ってました？パイプを揺らせながら、何、小南トイリュー、小南トイル、なんだコナントイル。わかんないわ。事件を推理するのはあちこち歩き回る必要はないし、要塞揃っていれば椅子に座ってパイプを揺らせながら解けるもので。嘘つけ。だったらこんなのいらないでしょ、この聞き込みなんか。うん、私はみかんが好きやね、いつも食べとるわと。あ、いいよだから。食べすぎて手が黄色くなるなっちょることもあるわ、ははは、と。あとこっちの方行ってない、あ、ここは入ったかな、こっち行ってない気がします。うん、驚しい話でありながら、実は論理的に筋立てになっている、そんなミステリーがわしの好きなんじゃがの。このゲームはどうか、あ、この人があれなのかな、シナリオ作った人なのかな。いやー、もう楽しませていただいてますよ。うん、本当に面白い。うん、あとこの辺ぐらいかな。で、こう、この辺行ってない気がする。うん、あとここ行ってないね。多分ここ行ってないです。うん。これで多分全部行ったと思いますので、じゃあ東京帰って課長のとこ戻って。セーブしましょうか。21分になっちゃった。はい、まあまあ他の話と刑事と話しましょう。もうかなり事件の輪郭が見えてきたんじゃないの。犯人の目星はついたの。おお、もういいんじゃない。事件関係者の会社や自宅、あ、ここはまだですね。この2人はもう終わりだね。もう3人が終わった後、信平刑事だけだね。課長室に行きましょう。はい、課長室が来た。七瀬課長、ああ、うん、アリバイの、これでも結局まだ分かんないよね。うん、ここはもう、うん、私がやらないといけないんだね。島倉さん、あ、店の店員はずっと店にいたという、客に来ていた人も、ママはいたように思うが、酔っていたんで、はっきりと分からないなという人ばかりだ。確かなことは分からないな。いや、でも大丈夫でしょう。ただ、この人何か知ってますけどね。ね、ここの辺も全然。ダメなんで、あ、やめちゃった、間違えちゃった。うーん、島倉さんね。うーん、はっきり覚えてる人がいないと。あー、二度目の殺しは時間のいらない殺し方だったから、アリバイが成立したとは言えないなと。家宅捜査増えた？増えてないね。あ、家宅捜査の結果聞きましょう。まあ、上からどんどん行きましょう。失敗だったと。失敗？ゼルダの捜索は失敗だった。ドルチェ。ドルチェの家宅捜索を行った。しかし事件に関係ありそうな怪しいものは出てこなかった。これ全部出てこないんじゃないかな。あの二人は事件には関係ないかもしれんなと。カリア。これ全部失敗するのにできてんじゃないかな。今までこの家宅捜索で何か出てきたことあったかな。あ、今捜索してんだよね。はい。篠宮さんの方はね。許可を取る重要参考人、ああ、いやいや、これキャンセルしたいんだけど、ああ、与えたはずだとか。ああ、仕方ないね。うん、これもう一度毛利さんの田舎に行きたいな。行った方がいいのかね、ちょっと分かんないんですけどね。じゃあね、この辺でお時間の方良くなりましたんで終わっておきましょうか。はい、じゃあね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。と、まあまあ、感想かな。まあまあ、だいぶ進みましたね、今週は。今週は結構、やっぱ総当たりは進むもんだね。まあ、それは仕方がないです。大体、これね、多分、ゴーダさんはね、犯人じゃない気がしてきた。まあ、だいぶ、これ、ゴーダさん、この証拠っていうのが、ゴーダさんは犯人に仕立てようっていう、陰謀があるのかもわかんないね。いや、私の中ではもうね、かなり安住さんがね、もう急浮上ですよ。もう赤丸急上昇ですよ。
死後ですけど、そんな感じがしてきましたね。じゃあまあ来週、来週というか明日ね、明日からは次回からもまた総当たりになるかなと思います。またもう一周、今回一周、今週で一周したんでね、来週もまた一周総当たりになっちゃうとは思うんですけども、まあそんな感じで進めていきたいと思います。まあ、琥珀色の遺言が88話でしょう。パート88で終わってんで、これがパート64でしょう。いい具合で終わるかもしれないですね。うん、というわけで、じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。